ます。かわいい。なっております。ご覧の通り快晴でございまして、もともと天気予報は雨だったんですけれども本当に良かったです。で今回はですね、私が昨日2日目に買ったアイテムがありますので、あやのリアルバイアイテムということで一つご紹介しようかなと思います。じゃん、こちらです。シャニビアさんのブラウニーティーリングになります。めっちゃ可愛いクマさんです。こちらシャニビアさんは韓国の、イラスト雑貨のブランドさんになりまして、今回イベントに出展してくださいました。ありがとうございます。バッグにつけてもいいですし、こうスマホとか、これペーパーシュートなんですけど、こういうところにつけても可愛いですよね。そしてですね、私以外のスタッフもたくさんお買い物をしたという情報を手に入れておりますので、早速ちょっと皆さんに購入品見せていただきに行こうかなと思います。では行ってきます。曽根さんの購入品紹介。え、かわいい。ワンピース、ロゴがかわいい。あ、かわいい。あ、いいですね。わかる。でもこれさ、こうして水色にしよう。あ、いいかも。これから季節的に。多分これ一日でも可愛い。文房具を今まで担当してきて、皆さんの熱意を感じたのがすごくパワーが強い。入社してからあまりオフラインイベントをやったことないので、なんか初めてっていうのもちょっとあったりしまして、それはすごく嬉しいです。ぜひ素敵なアイテムをいっぱい見てください。うん、イエーイ。お客様ももちろんデザイナーさんにも両方会えることができて、めちゃくちゃ嬉しいですね。実際人が来てくれてよかったし、安心しました。あ、そうですね、確かに。ちゃんも可愛かった。あ、オープンちゃん可愛かったです。土屋さんになって、ですごい今足の裏が痛い。H3 履いた方がいいんじゃないですか。H3 履いてこればよかったなって思いました。お客様の声を聞いて、受けたので、めちゃくちゃ助かりました。楽しいさて、イベントの裏側動画はいかがでしたでしょうか。こんな感じでスタッフは準備もイベント中も全力で楽しんでいました。少しでもピンコイの楽しい雰囲気が伝わると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。